戦闘を再戦闘を中戦闘を再隣り合わせの戦い臆すわけにはいかん。このグラブロに対して、迂闊に水中に入ったのがお前のミスだよ。仲間を信じているからこそ戦えるのだ。
我々を舐めているのかな。甘いな。この俺に勝てると思っていたのかよ。失礼だが、自分の実力が分かっていないようだ。部下の仇取らせてもらうぞ。仲間を信じているからこそ戦えるのだ。何度かそんなに高くないな。我々を舐めているのかな。どんどん破壊してやる。この俺にかかれば貴様らだぞ。赤ん坊も同然よ。死と隣り合わせの戦い、されど臆すわけにはいく。戦闘中。戦闘を再開し。
あマックやこんなところで遊ばせておくの。戦闘中断。いやー多分無理だな、こいつらまた撃破されるだけだな。敵エリアに。あ無理だね、またこれ。こいつに近づいてくる。戦闘を再開。ここの中で連れてくるかな。イフリートにして。でも最低ザクがあと2機いるな。互角の数じゃないと。3、3、3。で、アッツァも連れてきたら互角になるわ。モビス作るのもねえかな、そんな。連邦とギレンのジオン軍が潰し合ってくれるといいんだが。戦闘を中断します。戦闘を再開。
戦闘。戦闘。戦闘。戦闘さ。もう一気に片付けてしまう。敵に思い知らせてやろうぜ。マッシュすげえな。こいつの能力はちょっと違うね。高いな。中央かじゃあ。もうさすがにこれで終わってたわ。もうこれで宇宙から連邦が一掃されたな。マッシュ、ジェットストリーマーアタックをかけるぞ。敵部隊の戦戦闘を ここ奥まで行くのに見えてるか。きついんだよなこれ。Thank you.
開脚していったな。一体そうそう、F 型はきついな。もう廃棄処分した方がいいかも。私が敵か、ならばお前も敵。落ちろ。あ、バルク持ってないでしょ。姿でも夢だなと思って。あ、そうか、あいつ本日で抜けるのか。あいつ姿がシャッキーでしょ。圧倒的だな、我が軍は。エルメス強っ。こいつは失ったらちょっとやばいね。逆にちょっとしたスリルだったけど。敵部隊の開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。おお、ドム、ドムツバイか。ビッグドムツバイだね。この能力高いからな。開発部より新シャーンザム専用機もおるんだけどね。
こいつらは拠点防衛用としてここに何ターンかかるか。とりあえずこれでも、ちょっとだいぶ下がったな、サイド6の有効度は。こいつ作ってもね、使わんからな、ジャブの攻略のビスーツ。あんまり、こいつの利点はジャブロに普通に潜入できるってだけなんだけどね、戦闘能力としてはそんなに高くないし、していきたいな、そうそう。まあ今つく。作れる最高の地上でのモビルスーツは、量産型モビルスーツは。ザク界だろうな、これが一番最強だな、多分。あんまり強くねえからな、ぶっちゃけ。あんまり見せたくないんだよ。あ、こっちの方が能力高いやん。待って、ここでとりあえず突破していきたいよね。そうそう。そこマクベをイフリートに乗せてここに持ってきて。でさらにもう一体イフリートを置いて、まあパイロットなしでやるか。で、招待組ましたいからザク2回が2一体ですか。これはちょっと後回しにしよう、ジャブの攻略のビスーツは。